今回紹介するスレはこちら。デンジさんが好きです。見た目が幼女っぽい年上のお姉さんが好きなんです。このミソジの魔法使い、声も姿も所作も全部可愛すぎるだろ。はしごてで降りてるの可愛かった。髪使わないのかよ。同行してるフリーレンたちが魔法を使ってないのに、ゼンゼが魔法を使ったせいでコピーたちの魔力探知に引っかかる可能性を考えたのかなって思った。万が一それのせいでコピーに襲われたら邪魔も手助けもしないって言葉が結果的に嘘になっちゃう。あの世界って基本的に30代くらいじゃ吹けないよな。1000年以上生きても見た目一切変わってないのとかいるしな。そうだけどそうじゃないかん。ミルクティーみてぇな髪の色しやがって、食べちゃいたい、てか食べた。髪の毛食べると消化できなくて危険だよ。お詫びのウルト。デンデみたいな名前しやがって、似ても似つかず可愛いじゃねえか。デンデも可愛いだろ？すれちだから多くは語らないけどさ。懐に抱え込んで、小一時間なでなでしたい。おわめとうで。髪邪魔臭そうだなと思ってました。魔法があれなんで関係ないのはわかるけど。ミミックから尻出してるエルフ引っ張ってるのずっと見せられてるのほんと笑う。無表情っぽく見えて結構表情豊かで可愛かったわ。受験者初出の時にユーベル見てムーッとしてたの可愛い。そりゃあ本人も私勝てねえと思ってたみたいだし、あんな顔にもなる。あの罠踏んで結果邪魔してしまってたらどう落とし前つけるのかな。あの二人は別に責めないだろう。でも引っかかっちゃって照れてるゼンゼはみたい。スカートまで一体の生き物みたいな動きで可愛かった。はしごちょこちょことか。ゼンゼのフェルンロー。その若さで君ほど優秀な魔法使いは見たことがない。この時点でフェルンは18歳。言葉通り受け取るなら、ゼンゼが一級魔法使いになったのはおそらく20代中盤。その後3年ごとの一級試験官を4回務めて今回が5回目。かっこ最低でも15年経過とすると、ゼンゼはミソジどころか下手したらよそじの可能性も。オート側の一級試験が日程ずれていて両方試験官担当した年とか、希望者多数で一次試験が複数回行われた年とかあるかもしれない。興奮してきた。フェルンは実力だけなら一級合格余裕なレベルだったわけで。仮にゼンゼが合格した時の実力が一級ギリギリレベルだった場合、ゼンゼが合格したのは18歳未満だったけれど18歳時点ではフェルンよりもはるかに実力が劣ってた。というケースはありえなくはないかと。なのでゼンゼのそのセリフだけではゼンゼの合格年齢は断定できない。本来の3次試験はレルネンとの対戦だったはずなので、フェルンが本当に余裕で1級合格だったかどうかなんてわからんぞ。なんか勘違いしてるみたいだが、今回の3次試験の問題点は本来3次にたどり着けないはずの実力しかないものも大量に2次試験を通過したことなので、普通に1級試験合格可能な実力があるものは順当に合格する試験だったろう。実力不足なものの中に死者が多数出ることを懸念されてただけで、合格者が出ないことを懸念されてたわけじゃないぞ。魔法使いは手数が無数にある相性芸だとか散々描写しといて、誰が試験官でもフェルンは確定合格ってことはないでしょうよ。例えばゼイリエは一目でユーベルを合格させたけど、レルネンが試験官でも合格していたかはわからんし。そもそもレルネンと戦うっていう前提が根拠レスな件について、レルネンはゼイリエの信奉者である、ゼイリエは魔王軍との戦いに明け暮れていた時代の強い魔法使いを求めている。本人も割と好戦的である。まあかなり実戦よりの試験すんじゃねえかなってのはある。レルネン自身でなくともレルネン特製ゴーレム、カッコタイマハトで出したやつと戦えみたいなのはやると思う。あってはならない実力者、カッコフリーレンがいたせいで実力に見合わないものがたくさん合格して、従来通りの3次試験ではそいつらが全員死ぬことになるってことは、それなりに危険な試験が予定されていたのは確か。一方で死ぬ心配されてるのは実力のない者たちだけ。仮に試験官との戦いや受験者同士の戦いが3次試験であった場合、フリーレン対試験官やフリーレン対実力者で試験官や本来合格できるはずの実力者が死亡するケースも考えられるが、それは全く心配されてない。つまり試験官との戦いや受験者同士の戦いがあるような試験内容ではない、ということになるし。
一方で順当に実力者なら合格できる試験内容だと見るのが妥当だろう。まあレルネンとの対戦ってのはありえないと思うが、レルネン製ゴーレムとの対戦ってのはありそう。どっか適当なフィールドでの魔物討伐とかよりはイレギュラーが発生しにくく順当に実力者のみ選別するのに向いてるだろうし。言っておくが私はまだおばさんじゃないぞ。つい最近まで20代だったんだ。こういうロリお姉さん、かっこ中身含めてキャラあんまりいないから助かる。ダウナーなところ、ゼイリエ様を気遣うところ、ミミックに食われるフリーレン見てる時の表情が可愛すぎる。都合悪くなると黙っちゃうところ可愛い。ゼンゼとゼイリエちょっと混同してた。小さくて髪が長くてゼのつく強いお姉さんで。エーデルとエーレくらい似てるよね。音が似てるキャラ案外多いんだよな。ドイツ語から撮ってるからか。ラビーネ母といい年齢が読めない美人さん多いな。思えばこの作品結構年上少女が登場するじゃない。わかるよ。ちっちゃいお姉さんいいよね。物理的に可愛い。一見無表情キャラだけど笑った顔が一番可愛い。ゼンゼはダウナーな性格の猫見てる気分になるわ。何度調査団を派遣しても帰ってこないな。ダースターにで一級魔法使いクラスを送り込むにはどうすればいいか。ひらめいた、君たち学位いるんでしょ？発掘調査タダで参加してね。どうも好きくない？全然、聞いたことがあります。こんな見た目ながら何度も試験官を担当してるから結構なお年を召していると。全然そうは見えないよね。今なんか言ったか流星？むしろエルフもババアは例外としてもあの世界は割と年齢が体に出にくいんじゃねえかと思ってんだ。メトーデのおちんちんセンサーが反応しなかったんだ。これは差別ではない事実だ。おそらくゼンゼの髪バリアを貫通してなでなでできるイメージが湧かなかっただけだと思われるが、別に1級試験とは言われてないから短いスパンでいろんな試験官を担当してるから18歳なんだ。怒らないでくださいね。会話の流れからして1級試験の話じゃないですか。都合が悪い時はいつもそう。結構な付き合いの長さ。まあ、まさか40くらい言ってる？連続で試験監督して全員落としてたらさすがに難易度下げるように言われるか、試験監督として認められないだろうから、それぐらいの年齢が妥当かもしれないね。こんな顔して30から40近いなんて刺激的でファンタスティックだろ。33歳ぐらいらしいっすね。実際は3年に一度って設定を一時的に度忘れして4回担当したことにしちゃったんだろうと思ってる。それが僕です。そうでないと担当してない年もあるだろうから40歳じゃ効かなくなってくるんだ。年齢が高まるんだ。全然ってまさか450代フェルンが16歳で1級で最年少ってことは、最低17歳で1級、フェルンが来た試験含めて最低5回試験してるらしいから 3×5 で15年、合わせて32歳だから、最低32歳以上下手するともっと上って感じなのん。最年少云々はロリ時代に3級を取った時ですねパン。やっぱり別の2級や3級の試験担当してたってことにしないすか？それじゃないとももう40歳超えで抜いたという事実が私に残ってしまう。ふん、興味ないわ。シャーッピ少女魔族、でもアウラはいらねえよ。かっこごっこ。成長しないエルフは置いといたとして小さき者。教えてくれ、薬指に指輪はあるのか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。